はい、こんにちは。はい、こんにちは。携帯ゲームやってるやつは自分の将来の時間に使えと。そうですね、時間もったいないです。どうもありがとうございます。今日はですね、僕のコンサル生の、大内ゆかさんに来ていただきました。はい、はい、でですね、ゆかさんは僕のコンサルを受け始めるようになって1年3ヶ月ぐらいですかね。そうですね、ちょっと、そうですよね。で今日はですね、これちょっと動画今恒例になってるんですけど、僕のマイブームになってるんですけど、はい、僕のコンサルってどんな感じっていうのを、はい、ね、今日も打ち合わせしてないです。もうアドリブで喋ってもらいますので、はい、どんな感じっていうのをこう言っていただければ、はい、はい、わかりました。いつも最初会うと笑顔で、どうって言われて、で、あと質問にはもう的確な答えをいつもバンバンくれるので、あの子好き。ああ、なるほど。そんな感じで。ああ、なるほど。悶々としてたところがそこでこう溶けていく感じですね。はいはいはい。で、まあ、会った時に、はい、その、まあ、ヒアリングかかって、はい、まあ、会うっていうか、まあ、いろいろなタイミングでヒアリングかかって、ね、で、何か質問をこう悶々としてる状態で、はい、質問したら、まあ、答えが返ってくる。そうです、そうです。はいはいはい。的確な感じで。はいはい。やる方向性がはっきりする。なるほど、はい、で答えが、まあ、的確に返ってきて、やる方向性がこう明確になる。はい、そうです。他に何かあります？他に、はい、他に他には、はい、まあ、私のビジネスのこともですけど、はい、まあ、家族というか家庭の環境とかもいつも気にしてくれて、その状況もいつも聞いてくれるので、はい、なんか心置きなく私も何か活動に取り組めるかなって思います。あ、そうですよね。ゆかさん、子供と僕超仲いいんですよ。ゆかさんの子供とめっちゃ仲良くて、僕桜井さんに会いたいって言われてたんですよ、今日も。マジですか？いや、僕も会いたいです。俺も行きたいって言われたんだけど、はいはい、今日はちょっとゆっくり話したいからって。いや、僕もちょっと会いたかったんですけど、今日はダメだったんですよ。あ、そういうことですね、はい、そうなんですよ。僕子供好きだし、その家庭環境とかね、もちろんハッピーに幸せになってほしいんで、まあ、そういうところも含めてアドバイスをさせていただいているような感じですよね。はい、と、はい、いうことで、今回の動画は以上になります。はい、じゃあね、ありがとうございました。ありがとうございます。